毎度バカバカしい話を一席。こんな暮れの朝ってのはちょっと目覚めが悪いもんで、神さんに起こされて頭下げるようになるんです。この通りだな、許しとけ。お前さん、どうせろくでもない夢でも見てたんでしょう。いや、お前じゃないよ、夢なんか。いつもそうじゃない。お前さん、卓次郎の師匠なの、本当に。なんて言われるもんで、その弟子に八つ当たりでもしようかと寄せに出かけるわけでございます。よろしいようで。よっ。